SYK と書いて、サイと言います。どうも、サイチャンネルのサイです。このチャンネルでは、映画の最新情報、復習考察、こねた感想を中心に扱っています。今回は、サムライミ監督が手掛けた、スパイダーマンシリーズ3部作の劇中こねたを解説していきます。また、他の作品のこねた動画も出していますので、そちらもぜひ見てみてください。それでは、早速行きましょう。まず最初は、別監督。今シリーズの監督を務めたのは、サムライミ。しかし実はサムライミの他にアン・リー、エム・ナイト・シャマラン、ローランド・エミリッヒ、デビッド・フィンチャーなどの有名監督が候補として挙がっていました。中でもデビッド・フィンチャーによる映画化の計画は進んでいたようですが、彼はオリジンストーリーではなくグエン・ステイシーの死に焦点を当てたいと考えていたため、スタジオは別の方向に進みました。次はカモフラージュ能力。劇中序盤、ピーターたちはコロンビア大学の自然科学部を見学し、そこでは様々な雲が紹介されていました。その中には周囲の環境に合わせて自分自身をカモフラージュする力を持つクモの説明が長々とされていたにもかかわらず、ピーターが噛まれたクモの能力には含まれていません。しかし原作では黒人のスパイダーマンのマイルズ・モラレスがこのカモフラージュ能力を持っています。次はランチ。ピーターがクモに噛まれた後、校内でランチをしている際、 MJ が滑ってトレイのものが空中に投げ出されるシーンがありました。そこでピーターは全てのものを瞬間的にトレイでキャッチしますが、実はこのシーンは CG ではなく、ピーター役のトビー・マグワイアの手とトレイを接着剤でくっつけて撮影され、そのテイクは156回に及びました。次は糸。アメージング・スパイダーマンシリーズのように、原作ではピーター自身がウェブシューターという装置を作り、そこからお手製の糸を出していますが、今シリーズでは体内で糸が生成され、手首から直接発射しています。当初、高校生がウェブシューターを作ったり、そこから大量の糸が出るという原作設定にファンから批判があったため、今作の脚本を務めていたジェームズ・キャメロンは手首から糸を出すという設定にしました。次はフラッシュ。 MCU 版ではピーターにちょっとした嫌味を言うキャラのフラッシュですが、今作では人種も白人でピーターに直接暴力を振るう絵に描いたような嫌なやつとして描かれています。次は DC。 ピーターが糸を出す練習をする際、様々な方法を試しますが、ここでは DC ヒーローのスーパーマンのキャッチコピー、アップアップアンダーウェイやシャザムが変身する時の合言葉、シャザムが引用されています。次はブルース・キャンベル。ピーターが賞金を得るために出場した大会でリングアナウンサーを演じていたのはブルース・キャンベルという俳優。彼は監督のサムライミとは中学校からの親友で、サムライミ版3部作すべてにカメオ登場しています。次はアメイジング・スパイダーマン。ピーターがリングアナウンサーに紹介される時に驚異のスパイダーマンと紹介されていますが、英語ではザ・アメージング・スパイダーマンと紹介されており、これは原作の本題になっています。次はエディ・ブロック。デイリー・ビューグル内で編集長 JJJ が部下らと長官の見出しを吟味しているシーンがあり、そこで部下の一人がまともな写真がない、この1週間姿も撮れないと述べていました。しかしこれはあくまで字幕で、実際の英語はエディは何週間も彼の写真を撮ろうとしていたと直訳できます。このエディはスパイダーマン3に登場し、シンビオートに寄生されたエディ・ブロックのことを指しています。次はネットの妻。MCU 版ではピーターの親友として登場しているネットですが、サムライミ版ではネットというキャラは登場していません。しかし、デイリー・ビューグルに勤務しており、ピーターによくお金を渡す女性の名はベティ・ブラント。彼女は原作においてネットの妻です。次はスタン・リー。劇中中盤、ゴブリンがスパイダーマンと初めて戦うシーンで、一人の老人が子供をかばっていましたが、彼はスパイダーマンやアイアンマンなどの様々な原作を手掛け、マーベルの父とも称されたスタン・リー本人です。スタン・リーは他のマーベル映画にも必ずと言っていいほど神を出演しています。次は2択。劇中終盤、ゴブリンは MJ か子供たちかという選択をピーターに迫ります。しかし、原作でのこのシーンは MJ ではなくグエン・ステイシーで、最終的に彼女は死ぬことになります。スパイダーマン2最初の小ネタは電話番号に関して。劇中冒頭、ピザの配達をするピーターのヘルメットにはピザ屋の電話番号が書かれていますが、これは本物のニューヨークのピザ屋のものです。次は写真。ピーターの部屋のベッドのそばには MJ の写真が飾られていますが、これは1作目のコロンビア大学の自然科学部を見学した時にピーターが撮った写真です。次は監督のカメオ。ピーターが大学内で参考書などを地面に落とし、それを拾う際にバッグが2回彼の顔にぶつかりますが、2回目にバッグをぶつけた人物は今シリーズを手掛けたサムライミ監督です。次はコナーズ教授。今作初登場のピーターが通う大学の物理学の教授の名前はコナーズ。
彼はアメージングスパイダーマンシリーズ1作目でリザードとしてアンドリュー・ガーフィールド版ピーターの前に立ちはだかりました。次はラストへの伏線。ドクター・オクトパスが妻ロージーを失った悲しみに暮れているシーンがありましたが、そこでこの恐ろしい怪物は川底に沈めるべきだと言っていましたが、これはラストの伏線になっています。次は大家。ピーターが住んでいるアパートの大家の名前はディコビッチ。この名前はスタンリーとともにスパイダーマンというキャラを生み出した共同制作者スティーブ・ディトコから取られています。次はドクター・ストレンジ。デイリー・ビューグルの編集長 JJJ が暴走するオクタビアスのあだ名を何にするか悩んでいた際、部下の一人が案の一つとしてドクター・ストレンジと挙げていました。これは同じマーベルヒーローのドクター・ストレンジを連想してしまいます。次はブルース・キャンベル、その2。ピーターが MJ の芝居を見るため遅刻しながらも到着したにもかかわらず、劇場に入るのを止めた男は1作目でリングアナウンサーをしていた人物と同一人物です。次は同じ男。劇中中盤、火災のシーンでピーターに対し、まだ2階に人が閉じ込められていると言った黒人男性は、1作目でピーターとゴブリンの戦いにおいて俺たちはスパイダーマンの味方だぞと言いゴミを投げつけた男性と同一人物です。次はスタンリー、その2。ピーターがドクター・オクトパスとビルの側面で戦っている際、瓦礫が下の道路に落ちましたが、その時女性を助けたのは1作目にも神を出演していたスタンリーです。次は弟。ピーターが列車を止め乗客たちに囲まれるシーンで、彼にマスクを渡し誰にも言わないといった少年2人がいましたが、彼らは主演トビー・マグワイアの異母兄弟です。スパイダーマン3最初の小ネタはドクター・オクトパスに関して。デイリー・ビューグル内で会議が行われているシーンで、編集長 JJJ の後ろの壁にはドクター・オクトパスはまだ捕まっていないという見出しが確認できます。2作目のラストでドクター・オクトパスは川の底に沈みましたが、その遺体はまだ見つかっていないことになります。次はスタンリー、その3。過去2作で一瞬だけ画面に映っていたスタンリーですが、今作ではピーターに一人でも世の中を変えられるんだなと言っています。次はブルース・キャンベル、その3。ピーターが MJ にプロポーズをするため訪れたのはとあるフランス料理店。そこのウェイターを演じていたのは1作目でリングアナウンサー、2作目で劇場のスタッフを演じていたブルース・キャンベルです。次はグリーン・ゴブリン。闇落ちしたピーターがグウェンと共に MJ が働くバーを訪れますが、2人が座った席の後ろには1作目でグリーン・ゴブリンを演じたウィレム・デフォーが座っています。次はピザの男。2作目の冒頭でピーターが運んでいたピザをつまみ食いしようとしていた男がいましたが、この男性はピーターとグウェンが訪れた MJ のバーの客に混じっていました。この男はサムライミ監督と共に資料の腹渡2の脚本を手掛けたスコット・スピーゲルです。次は娘。ピーターがベノムとサントマンと戦っている際、カメラを持っていない JJJ が隣にいる女の子にカメラを要求しますが、彼女は今シリーズを手掛けたサムライミ監督の実の娘です。次はフラッシュ。劇中ラストのハリーの葬儀のシーンでは、MJ の元彼であり1作目でピーターに嫌がらせをしていたフラッシュも葬儀に参列しているのがわかります。はい、いかがでしたでしょうか。ぜひ皆さんが知っている小ネタもコメントで教えてください。チャンネル登録、コメント、高評価、ツイッターの方もお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。